近畿大学の清水選手にお越しいただきました。まずは不戦勝により前回の試合から期間が空いたんですが、その間チームが初勝利に向けて練習や雰囲気で何か変化はございましたか？京都大戦まで4週間あったんですけど、2週間ぐらいの時に中だるチームとして中だるみっていうのがあって、ちょっと緩んでた部分があったんですけど、そこをしっかりとチーム全体として締め直すことができたので、今回勝利できることができたと思います。清水選手は第4クォーターに勝利に貢献する95ヤードのタッチダウンを挙げられましたが、練習が生きたと思いますか？はい、練習からしっかりと立て上がりの意識などをしていて、 OL を信じてそこに思いっきり走っていけたことが今回のタッチダウンにつながったと思います。はい、ありがとうございます。では最後に次回の試合に向けての意気込みを聞かせください。僕はまだファーストシリーズでしっかり出れるような選手じゃないので、そこで次の試合はもっと味方に信頼されて、ファーストシリーズからどんどん出れるような選手になっていきたいです。ありがとうございます。近畿大学の清水選手でした。ありがとうございました。